はい、皆さんこんにちは、名古屋のフィドルの友情です。今日も、配信してありがとうございます。さて、今日はですね、ジグです。ジグというのは8分の6拍子、楽しい曲ですね。これ僕大好きな曲なんですけども、カリオペハウスまたは、カウボーイジグと言われてるんですけども、カリオペハウスって何やっていう話、ギリシャ神話に出てくる、ムーサイだっけな、なんか女神の出てくる女神の一人のことをなんかカリオペっていうみたいなんですけど、まあ美しい声っていう意味もあって、ちょっとどれが本当なのかよく分かりませんが、まあとにかく楽しい曲、キーは D です。D は、日本ではレと言いますね。レの音階、レの音階をまずはしっかりと、スケール、なかなかねおろそかにしてる人も多いので、スケールをしっかりと、把握してから取り組んでください。スケールレからの音階、ね、これ今2番線と3番線でしか弾いてないんでね、一つのオクターブだとね、これをみたいな感じでちょっと探ってね、こうまあサードポジションね行ける人は行ってもらったりとか、ちょっと試しにね、音感はなんとなくあるはずなんで、ドレミファソラシドのレからのやつみたいな。さて、この曲のポイント、相変わらず A が2回、 B が2回という構成なんですが、最初がねシャッフルボーイングになってるんですよ。最初ね、このリズムでいうシャッフルっていうのは、世間一般には跳ねるリズム、シャッフルロックとかでもねよくありますけど、ではなくて、フィドルの場合のシャッフルっていうのはこの次、おい、でこれがスムーズにできるととってもフィドルっぽくってかっこいいんですよ。いろんなパターンがあるんですけど、これね最初のこれはね、ここだけをねちょっと早めに、テンポ早めに、練習してみると非常にいいかもしれない。もちろん力を抜かないとなかなかうまくいきません。例えばね、で、かっこよく聞かせるポイントは、これもありですけど、この時にねラが多いじゃないですか、2番線の開放弦、まずラだけをまずね集中していくと、ララ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 ラ、これがまずはちょっと、一つのまずのポイントね。次、っていう B メロの頭のとこね、ここがボーイングが、まあこれバラバラで弾くしかないんですけども、僕はねこう弾きます。みたいな、
これね小説の最後の音を、次の小説の頭の音とくっつけてるんですね。音がつながるんで、つない続くのでなかなか母音がうまくいかないんですけど、これも慣れです。まあ、まずはメロディーを覚えてちょっとゆっくりやってみます。 BPM100 でいきますよ。ワン、ツー、スリメロディーだね。これまあアイルランドなのかな、これスコットランドじゃないかなと思うんですけど、スコットランドね割とすごくメロディアスで、覚えやすいメロディーがなので、メロディーをまず何回も聴いて、鼻歌で歌えるように、毎回言いますけど鼻歌が歌えるように。じゃあゆっくりでだけだとなかなか終わらないんで、早くちょっと弾いてみて、耳に入れてメロディーを覚えてください。じゃあちょっとこれ速さがね、さっき冒頭にやったのが120でやってたんで125ぐらいで、ちょっと3回しぐらいちょっと遊びたいと思います。楽譜で覚えるとなかなか遊べないんで、耳でできるだけコピーしてね。はい、いきますよ。ワン、ツー、スリハウス D のキーの曲、ジグ8分の6拍子をお届けしました。メロディーを覚えて頑張って覚えてください。ではまた次回。